東京オリンピックの略称と同じ発音の宜蘭県の東駅、最近人気スポットになっています。駅名板の色は東京オリンピックバドミントン男子ダブルスでの台湾の選手の金メダルが確定した瞬間のビデオ判定映像によく似ていることから、台湾鉄道は6日から東駅を出発駅とする乗車券を1枚買うと、この判定映像をデザインにした入場券を1枚プレゼントするイベントを行う予定でしたが中止しました。東駅の老明駅駅長は、新型コロナの集団感染を防ぐためだと説明しました。多くの行楽客は寂しそうな顔をしています。ちょっとがっかり、コロナだから仕方ない。東駅は大きな金メダルを用意しました。行楽客はそれを首にかけて記念撮影。同じ時間帯、多い時には50人もいたといいます。駅側はこのイベントで台湾の選手に声援を送っています。